マコ兄ちゃん。おい、しっかりしろ。誰がこんなことを。ケンシロウ。奴は今どこに。あの村。年葉も行かぬ子供になんという仕打ちを。ジャギ、貴様には地獄すら生ぬるい。もう村の連中にはケンシロウの噂が広まったようだな。やつらもまさか偽物だとは思うまい。本物は今頃自分の評判の悪さに驚いてるだろうよ。ちげえねえ。おい、お前たち。は？なんだてめえは。ケンシロウに伝えろ。なに？ケンシロウ様に何の用だ。弟が会いに来たとな。何？弟？貴様、本物のケンシロウか。そう。そして奴の本当の名はジャギ。かつて兄と呼んだ男だ。そうか、貴様が弟か。俺も運のいい男だぜ。ここで貴様を倒せば俺はあの方の右腕にしてもらえるからな。ならば早くやってみせろ。やろう。言わせておけば。見ろ、俺様の北斗神拳を。ジャギ様から奪い取った技、とくと味わわせてやるわ。いいか、行くぞ。いいぞ兄貴、やっちまえ。知らずな野郎だぜ。
ジャギの居場所を言え。この先の高層ビルだ。ジャギ様は弟の貴様に対する憎しみだけで生きている。そうか。行けば貴様は必ず殺される。行って殺されやがれ。俺に対する憎しみだけか。村人はなぜ姿を見せぬ。それにこのさっき、ケンシロウ、子供、これが子供のさっきか。アキオ父さん、アキオ殺したな。お前なんか人間じゃない。アキオ返せ。砂漠のあの子の兄か。かつての俺の甘さがこの幼い兄弟に悲劇をもたらしてしまったのか。お前なんか、お前なんか殺してやる。お前の怒りは俺にもよくわかる。撃て、撃つがいい。え、どうした。撃て、撃て。奴に届けてやろう。奴が来る。ジャギ様、外が騒がしいようですが。俺の獲物だ。獲物ですか。気負ったか。なんだ貴様、死にてえのか。我が配下ながらバカな奴らだ。ケンシロウ、どの程度の腕になったかこの兄に見せてみろ。その男、ジャギ様の手を煩わせるまでもないわ。たった一人の男に何してやがる。あ、いい度胸してるじゃん。エンデバー！ギガ！ウォーター！ウォーター！エッタ！ウォーター！もっと、リ…と、と、と、トーナー！ギガ！ウォーター！ホメホメシ！ウォーター！
ナント聖剣を身につけようとも、そんなスローでは俺は倒せない。お前の謀略のために果てた4人の怒り、悲しみ、じっくりと味わうがいい。待て、ケンシロ、話せばわかる、話せば。まずこれは真の軍だ。そしてこれはユリアの分。三人目はあの幼い兄弟の分。ちょっと待て、まさかその矢を。やめてくれ、そんなもの刺されたら死んじまう。そして最後に、これはお前によって全てを奪われた、この俺の怒りだ。貴様にその醜い死に様がふさわしい。あと数秒でお前の体はこの世から消え失せ、終わりだ。終わりだと？バカめ、お前にはまだ二人の兄がいるのを忘れたか。何？貴様の地獄が目に浮かぶわ。あの二人が生きていたのか。今はの際のジャギの言葉、ケンシロウを地獄へと導く道しるべとなるのであろうか。伝承者争いに終止符を打つため、ケンシロウは旅立つのであった。